どうだ？一線級のパイロット以上の成績、一体どこでその技術を？さあな、これで認めてもらえるだろう。まだです。性格分析や精神鑑定が残っています。それが済むまでパイロットとして認めるわけにはいきません。はあ、ドラクターの攻撃部隊がエリシアエリアに侵入しました。至急メガトン級ローグの出撃をお願いします。残念ながらパイロットへの道は険しかったな。お待ちしていました。何？なんでパイロットポットがないんだ？敵が来てんのに出られないとかありえねえだろ！どうしてローグが発信できない？誰かが出撃システムをハッキングしてシステムを停止させているんです。ちょっと悪いもん食べちゃったかな。あんたまさか。どういうこと？何が起こってるんですか？なんでローグが勝手に出撃してるんだい。ヤマトかい？応答しな、ヤマト。ここにいるぜ。一大事くん。誰かが俺のパイロット ID を偽装して乗り込みやがったんだ。他のローグの発信もできないよ。一体誰がそんなことを。悪いな、認めてもらうには証明するのが手っ取り早そうなんでな。くっせ。行動を起こさにゃ何も変わらんしね。おい、こら、ぜ、戻ってきやがれ。おや、いいのかな。てめえ、見せてやるよ。俺は操縦においても他の追随を許さないってとこをな。地味な勝ち方だな。あの程度かよ。いや、あれはすごいよ。まさに理想的な動きね。なんだと？エネルギー消費が最小限に抑えられ、機体の摩耗もほとんどない。そうかよ。でもあれが初めてローグに乗る者の動きとは思えない。Yeah!
作反応に少々誤差があるな。機体の個体差が、だがどうということはない。把握さえできていればな、ドラクターども、俺の華々しいデビューにせいぜい貢献するんだな。これでラストで、まだインパクト不足は否めない。少しばかり派手に抵抗してもらわんと、俺のパフォーマンスを出し切れんぜ。終わりだな。最初としてはこんなものか。ミッションクリア。エピック。はあ。これで分かってもらえたかな。何者なのあの子。あいつはローグの扱い方を知ってる。ついでにメカニックに言っとくぜ。ローグの操作反応に少々遅延がある。それと加速ユニットにも遅れが見られた。調整しとくんだな。違う、そんなはずはない。君の反応速度がローグの性能を超えているんだ。とにかく医務室に。さあ行こう。さあ行こう、モモカ。十分に話し合っただろう。やっぱり私も行かない。モモカ、離れ離れになっても生きていればまた会える。モモカは地球の未来を背負う人になるんだ。未来なんて背負わなくていい。ずっとパパと一緒に暮らしたい。モモカ、必ず会いに行く。パパを信じろ。モモカ！パパ、私。大丈夫？これで完全に戻ったはずよ。あの、シェルターの外で人は生きられるんですか？そうね。シェルターに入ることを許されなかった人たちが、過酷な環境の中でもわずかに生き延びていると聞いたことがあるわ。その人たちを救うわけにはいかないんですか？マーガレットはそういうことも考えてるみたいだけど、
ブルーコートでの反対意見も多くてね。どこにどれだけいるのか、収容できる人数なのか、共存には問題が山積みなのよ。でも、少し大きくなりましたか？ああ、ちゃんと成長している。すごい生命力だ。どうするんですか、これから。血液実験を始めるにはもう少し成長する必要がある。1ヶ月だ。1ヶ月あれば培養カプセルから取り出し実験を開始できる。この子を実験台にする気ですか？この子の遺伝子を使えば人類は生き延びることができるかもしれない。でもドラクターはこの子を全力で奪いに来る。この子は戦争の炎を大きくする。このまま生かしておくべきでしょうか？何を言ってるんだ。君の子だぞ、テル君。君はどうかしてる。僕と南さんが産んだ命が戦争の炎を大きくする。そんなことがあってはいけないんだ、絶対に。だったらこの手で。民よ、女王が病に倒れられた今、この私がシドルを導こうではないか。私はアーシェム様を野蛮な寺足から奪い返し、シドルを再建する。これより新たな大地における新たなシドルの歴史が始まるのだ。ばあちゃん、お前は生きろ。ばあちゃんの代わりに、死んだ家族の代わりに、家族全員分お前が生きろ。クゼ、あいつは何者なんだ。正体を暴いてやるぜ。
新聞部の活動を疑問視している声がありまして、校内で新聞を読んでいる生徒も見たことがないですし。ちゃんと作ってます。読まれなければ意味がないのでは。ですが、新聞が生徒たちの話題になれば廃部は回避されるかもしれません。話題になる新聞作り、やってやろうじゃないの。それでは健闘を祈ります。とは言ったものの、みんなが読んでくれる新聞か。これまでと同じじゃダメですもんね。新聞ってテレビ欄と漫画だけ読む人も多いですし。あ、漫画といえば、ん？伝説の漫画家がうちの学園の生徒らしいの。甘色ロマンスって漫画が女子の気持ちすごいわかってるって感じで。今すごいバズってるよね。その人に書いてもらおうか。先輩、記者は記事で勝負じゃないんですか？そうっすよ。うちらは新聞部ですよ。そうなんだけどね。国民的アニメも最初は新聞の漫画だったでしょ？その漫画があったら読んでもらえるかも。過去の言う通り、打てる手は全て打つ。伝説の漫画家探してみよう。ネットには海のみくるってペンネームで高校1年生の少女漫画家って書いてあったよ。餅は餅や、漫画といえば満景に聞き込みでしょ。放課後は図書室にいるらしいから行ってみよう。行こう行こう。新聞部ですが、満研の方に聞きたいことがありまして。あなたたち、海野先生をお探し？どうしてわかったんです？同じ要件でいらっしゃる人が多くて。あの、もしかしてあなたが？残念ながら海野先生は私じゃないですわ。満研にスカウトすべく私も探しているくらいですの。やっぱり正体は謎なんですね。新聞部といえば、岸部未来さんが漫画のネームを持っていたのを見かけましたわ。今度声をかけようかと思ってますの。未来が？どうしたんですか、緊急招集って。満研に聞き込みに行ったら、未来が漫画のネームを持ってたって聞いて。先輩にも言えないことはあると思うけど、今は新聞部の危機だし気になるし。あの、私漫画描けないです。それにネームを持ってただけで漫画家とは。でも海野みくるってペンネームも未来と似てるんだよ。はっきり聞くね、未来が伝説の漫画家なの？ねえ、どうなの？待ってください。俺です、伝説の漫画家は。昔落としたネームを岸部が拾ってくれたんすよ。それで岸部は俺をかばってくれたんです。今田くん、少女漫画を男が描いてるってわかると夢を壊すんで、言い出しづらくて。それじゃあペンネームは？ただの偶然？ペンネームは決めなきゃいけない時にクラス名簿を見てて、岸辺の名前が目に入ったんで、ちょっといじらせてもらった感じっす。そういうことだったのか。俺も廃部は嫌なんで、正体を明かさないって条件なら漫画描きますよ。あたぼうよ、話してくれてありがとう。未来も誤解してごめんね。いやいや。そういえば今田くんは漫研とかじゃなくて、なんで新聞部なの？新聞部ってネタに困らないじゃないですか。
それにカメラ趣味なんで。趣味だったか。よし、漫画家はゲットした。次はあのコーナーの強化よ。あのコーナー？見たか、クゼのやつ昼間から堂々と帰っていったぜ。ああ、まったく得体が知れないね。ふん、自分は特別だとでも言いたいのか。パイロットとして認められたからっていい気になってやがる。俺たちを騙してやがったくせによ。完全には騙しきれなかったけどね。俺と霧島と雨宮が記憶操作にかからなかったのは、出撃やら入院してたりやらで記憶操作の電波が届きにくい場所にいたからだと。はあ、だがよ、シェルターに潜り込むとかやることだけはできよな。エディシア、ディープストレージ内の断片データ回収終わりました。雨の村雲の断片データ、このパズルが完成したとき、人類はドラクターと対等に。ローグハンガーから新型ローグの配備も完了とのことです。セカンドジャンプのためのチャージ、まもなく終了します。航路設定およびバランシング計算も問題ありません。今のところ何もかも順調だね。わかりました。あんまり気負いなさんな。大丈夫です。この一歩一歩が未来へとつながっていくわけですね。ああ、少しずつでも前に進んでいかなきゃね。はい。では明朝セカンドジャンプを決行します。総員準備をお願いします。はい。このランドアイはこれよりクゼ政宗の支配下に置く。何を？ここからは俺の指示に従ってもらう。あんた一体何をするつもりだい？この船を乗っ取るんだよ。乗っ取る？そんなの無茶です。10人全員の命を預かる私たちがそんな脅しに屈すると思うのかい？いいか、よく聞け。これは死のボタンだ。これを押せばイクシアの環境システム中枢で爆発が起こる。大気浄化装置は機能しなくなり、1時間でこのシェルターには外界と同様の有害な空気が充満する。するとどうなるかな。住人たちは外気にさらされ、やばい病気になっちまうかもな。つまりシェルターの住人たちの命はこの俺の手の中にあるってことだ。何を言ってるんだい。大気浄化システムが破壊されたら回復に数ヶ月かかっちまうよ。ふん。あなたの目的を言いなさい。そう慌てなさんなって。もう一つ言っとくぞ、ここから発信されるメッセージなどは全て監視している。妙な真似したら即ボタンを押す。やっとここまで来たな。シェルターを乗っ取るってことですか？一時的にな。お前はシェルターの住人として潜り込み、あいつらのパイロットになるんだ。あ？無理でしょ。そんなことできるの？住人の監視は AI による自動監視。住人データさえ書き換えれば気づかれはしない。
静か、お前は工作員としてクゼをサポートしろ。先行してシェルターに入り手引きをするんだ。手引きだぞ、足を引っ張るんじゃないぞ。バカ鉄夫、留守の間俺の武蔵王の整備サボんなよ。うん、任せとけ。でも本当にそんなこと。いいか、これはテロでも反逆でもない、ソロン全住民の命を救うための大義あるミッションだ。忘れるな。さて本題だ。これよりお前たちに我々の要求を伝える。なんとか映像を気づいて。北根さん、まっすぐ帰ってきちまったけど、やることなくて暇だな。メガにでも行って時間潰すか。俺、連絡が取れない。なんでだ。どうしたの。変なんです、ランドアイからの応答がなくて。きっとセカンドジャンプの準備で忙しいのよ。せっかく新型機体をお披露目しようと思ったのにね。ここから北西の峡谷に集落がある。名をソロンという。そこでは過酷な生活環境と戦いながら人が暮らしている。幾者をソロンに移動させろ。待っとくれ、幾者には大事な使命があるんだ。その使命にはね、地球人全ての。いいのか、俺がこれを押せばどうなるか。言ったよな、赤城町を死の町にしたいのか。わかりました、芥川君、進路変更準備。はい。あんたがパイロットになったのも全部計画のうちかい。さあな、俺たちは綿密な計画に沿って慎重にことを進めてきたんだ。計画の第一段階は、まずイクシアに静かが入り込み音響記憶操作装置を乗っ取る。で、住人たちの記憶にクゼの存在を植え付ける。音波で記憶操作を。ああ、これは住人の記憶操作第一段階で使われるシステムだ。そんな簡単に操作できるの。細かい記憶を植え付けるには接触型の装置がいるが、ざっくりとした記憶操作はこれで行える。一種の集団催眠みたいなものだ。ビクトの兄貴、よきに詳しいっすね。まあな、言ってなかったが、かつて俺はシェルターを作り上げるプロジェクトのメンバーだった。は？
そして俺たちは学園の影の支配者久瀬政宗の存在をでっち上げパイロットに選出させた。全てはこのイクシアを乗っ取るため。それが俺たちの計画だった。一応確認しておきたいのですが、ソロンに到着したらどうするのですか？イクシアはソロンに接岸し、ソロンの住人たちをイクシアに乗せてもらう。どうしたの、浅見君？ちょっと面倒なことになっているみたいだ。ソロンの住人たちをイクシアに乗せてもらう。なんかハラハラするっすね。慎重にな、クゼ。クゼが計画的にランドアイを乗っ取ったのなら、他にも仲間がいる可能性が高い。だとすれば、艦内監視システムも奴らの手の中にあると想定すべきだろう。なら金田一君に教えてもらったルートを使おう。監視カメラを回避できる。北根さんからの映像によると、ランドアイにはいくつかの空席がある。離席しているクルーになりすまして、ランドアイに侵入ってことだね。正解だ。行こう。ヤマト、お前も来てたのか。暇なら一戦やらねえか。あれから俺も腕を上げたんだぜ。タゴ、何度やっても同じだろ。とか言って本当はビビってんじゃねえのか。そんなにやられたきゃやってやろうじゃねえか。